物語を続けるね。した通りです。今日は私のおごりですわ。すごいのだ、食べ放題なのだ。練習も頑張っていますし、たまには息抜きも必要ですわ。私も思い切り食べることにしましょう。黒丸、最初から飛ばしすぎなのでは？あらこと全然ないのだ。まあ、たまにはいいでしょう。たまには。お腹いっぱいなのだ。いくらなんでも食べ過ぎです。ごめんなさいなのだ。あら、この匂い、マカロンなのだ。かぐや様、とっても美味しそうなのだ。甘いものは別腹というやつですわね。仕方ありません、買って帰りましょう。やったのだ！いただきなのだ！お待ちください。このマカロンという洋菓子は、自分たちが先に目をつけたものです。うん、満腹黒丸ちゃんたちは別に割り込んだりしていないのだ。ことを荒立てる必要はありません。彼女たちの後ろに並べばいいだけのことです。いいえ、話はそんな簡単なことではありません。この美味しそうな洋菓子、残り一箱だけのようです。それじゃあどっちが買うかじゃんけんで決めるのだ。勝負で決めるのなら、もっといい方法があります。ドレスの四十院さんと満腹さんなら、その方法は言わなくてもわかるはず。なるほど、食後の運動にちょうど良さそうですわ。望むところなのだ。マカロンは満腹黒丸ちゃんがレースで勝ち取るのだ。お茶の水、ひじり橋サーキット。ヘアピンカーブを含む急カーブもありと、なかなか歯応えがありそうですね。マシンの調整次第で拮抗必至。レーサーのテクニックはもちろん、メンテナンスが重要。私と黒丸の全力をお見せしましょう。3、2、1、水流界は
強敵ですわよ。黒丸、心してかかりなさい。もちろんなのだ。マカロンのために負けられないのだ。私たちに聞くことはできません。あの洋菓子は私たちが頂戴します。その通りだ。フルガルゼ。この速さについてこられますか？大丈夫ですか？
これは驚きました。思っていた以上の成績。トップでゴールです。私にとっては当然の結果です。お見それいたしました。さすが武蔵野女学館ジェットレース部です。いいえ、あなたたちも素晴らしい走りでした。レース結果が全てです。どうぞ、この洋菓子はあなたたちのものです。このマカロン一箱に4個入っているのだ。だから半分の2個あげるのだ。自分たちにも自尊心はあります。情けは不要です。情けじゃないのだ、満腹黒丸ちゃんがそうしたいのだ。ですが、いいレースができたお礼なのだ。黒丸がいいと言っているのです。受け取ってください。わかりました、いただきましょう。この洋菓子、一口一口噛みしめさせていただきます。今度会う時は神田川杯で、その時は今日以上の熱いレースをしましょう。ええ、望むところです。黒丸、本当に良かったのですか？もちろんなのだ、いいレースができたお礼なのだ。はい、かぐや様にもあげるのだ。私は結構です。黒丸がすべて食べてください。それじゃダメなのだ、一人で食べても美味しくないのだ。かぐや様が美味しいって言ってくれると、満腹黒丸ちゃんはもっともっと美味しくなるのだ。わかりました、そういうことならいただきますわ。どうなのだ、美味しいのだ？ええ、とても美味しいですわ。嬉しいのだ。それじゃあ満腹黒丸ちゃんも食べるのだ。パクリ、美味しいのだ。今日は嬉しくて美味しい一日だったのだ。これで明日からもっと頑張れるのだ。もっとでは足りません、もっともっと頑張らないと。私たちにはジェットレース部の存続という目標がありますから。わかったのだ、満腹黒丸ちゃんはもっと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 頑張るのだ。やったー、毎日特訓した甲斐があったね。